論証妥当性ある論証が、前提がすべてまであれば結論も必ずまとなるような、形になっているとき、その論証を妥当、妥当、ええ、バリリティであるという。より厳密に表現すると、すべての前提が真であることと、結論が偽であることが決して両立しない論証を、妥当であるという。論証が妥当であるか否かはその形によってのみ決まり、個々の文の真理値は問わない。 論章の妥当性は結論が真であることを保証しないし妥当でない論章の結論が偽とも限らない妥当でありかつ全ての前提が真である論章を健全な論章という妥当性及び健全性の定義により健全な論章の結論は常にまである三段論法の例として有名な以下の論章は妥当である例一これは演疫的な論証であり 記号に置き換えると次のように記述できる。この形式を保ったまま任意の言葉を差し替えて別の論証を作ると真理値は変わる可能性があるが妥当性は形式に依拠するため保たれる。この例は元の文が妥当なので次の文も妥当である。例202の結論は偽である。妥当な論証の結論が真でないということから前提のどれかが必ず偽だと言える。 逆に言うと、例にの前提を真と仮定するならば、富士山はバナナを好むと、結論するのが、論理的帰結となる。次の論証は妥当ではない。例さんこの場で論じられている、この黒い鳥は、本当にカラスかもしれない。つまり結論はまでもありうる。しかしそれは、前提から導かれたものではなく、前提がすべてまであることと、結論が偽であることが両立しうる。よって、 この論書に妥当性はない。ありがとうございます。